皆さんこんにちは、さよたびのさよです。今ですね、ハレプナで別の動画を見てくださいね。そちらで預けていた荷物を取ってきまして、本日はどこに泊まるかというと、ハレプナからのわかりづらです。さよ旅といえばハレクラニですよね。やっぱ本気に来なきゃね。沖縄はなんと3回も私お邪魔させてもらってるんですけど、今回は初めて。For the first time, I've never been to Hawaii. That's why. ということで、ハレクラニ、本家のハレクラニに泊まりに行きます。ちなみにハレプナがもう目の前にあって、で今日は。ハレクラニです。そういうことだから皆さん、そういうことだからね。じゃあ行きましょう。No, so poor. Thank you so much. Just need room card, right? Room number. もう好き。もうまた来たい。Do you have a PIN number? ちょっと言わせてもらってもいいですか。桁違いです。スケールが。やばい。あ、そう、何が言いたいって、もうなんか広さがまず違う。あとこう、あの最初に入った時の開放感と、なんか気がすごくない？なんか、私あんまそういう霊感とか全然ないんですけど、過去一なんかうわーっていうすごいいいテンションって感じ。私たちの部屋14階だそうですが、私はエレベーターが見つかっておりません。あったちゃんと言われた通りに来たら合ってた。これはハレプナと一緒ですね。綺麗。もうここに住みたい。やば。こんなに近くに。あ、やば。あ、やばい。あ、すごい。やばい。っていう
感、うわー、うわー、全部かわいすぎる、かわいすぎる、かわいすぎる、とりあえずベランダだよ。あー、来たー、すごーい、ビューだ、オーシャンがビューしてるわ、すごい。しかもこれオーキッドまでは見えないけど、いやもう十分じゃないですか。すごいぞ、ここが我々の部屋だ今日の。1200ドル。部屋紹介いきますか。ちょっとやばい、投げ放っとこったらもう荷物重いから置こう。じゃあ皆さん、お部屋紹介いきますよ。入ってすぐに全身鏡ではないんですね。ハレクラニヘルスゲストウェルネスキットって書いてあるんですけど、これハンドサニタイザー、フェイスマスクとペアオブグローブ、あとディスインフェクタントワイプス。ゲストウェルネス、何かというとサニタイジングワイプ、あのお手拭きとゴムの手袋、オペやんとマスクです。まあ、ハレクラニも可愛いジッパー付きの袋ではあるけど、なんかこういう感じの、あのジップロックみたいなやつでしたね。やぶくスタイルです。まあでもアメリカはもうすでにね、あのマスクしてもしなくてもいいよみたいな感じなんで、全然 As you want。 電気はここなの。よし、じゃあここに行ってみよう。あ、いいじゃん、セパレートだ、ありがたい。シャワーがあって、なんとハレクラニって書いてありますよ。そしてバスがありまして、かわいいわ、全部にハレクラニって書いてある。タオルと、かわいすぎるでしょー、やばい。ハンドボディローション、マウスウォッシュ、シャンプーキャップまである、すっごい。これなんだ、ウォッシングサッツ、ネイルケアとメンディングキット、すごい、裁縫道具や。こんなところにコースターと充電器、すごい、ハレクラニって書いてある。コットン、ティッシュ、石鹸までもがハレクラニー、カラーもかわいい。カンカンバディソー、1セットしかないけど、まあ十分でしょう。ここにね、謎にね、石鹸があるんですよ。なんだろう、バブルバスかなんかするんかね。お手洗い、おお、こういう系ね、ドンってやったらボンって開く系ですね。で、トートーです、サニタリーバッグ、あとこれね、新しいティッシュ、すごい、サニタリーバッグすらもロゴがついている。なんでサニタリーバッグが海外やたらあるかっていうと、あの多分タンポンとかさ、月経カップとか、そういうナプキン以外のものを使う人もかなりいるんですよね、きっとね。だからあれに入れて捨ててねっていう話です。ドライヤーはレプロナイザーでございます。復元ドライヤーって言われてて、体とか髪に当てるとそれがまあ復元するっていう超いいドライヤー。ここに、あ、いつもの B さん、あ、違うな、これスリッパだ、スリッパ、ハレクラニのスリッパが2個ここに置いてあります。で、向こうにはランドリーバッグがありまして、こっちにもですね、あ、違うな、これ多分持ち運びできるんだね、きっと。テレビの消すやつと、おお、かわいい、ハレクラニペンとメモ、なるほど、なんか電話が来た時にさささっと書くわけですね。決して恋文を書くペンということではなさそうですよ。すっごい充電器周りが充実している。もうダメだ、すごい、ここだけでテンションが上がってしまう。こちらに戻ってまいりまして、さっきのクローゼットがここと一つながりになっております。いいね、これ全部開けてお風呂入ったら海を見ながらお風呂入れるってことですね。ね、で、この下にはタブレットがあって、ここでいろいろ注文できます。で、この下にはサプリメンタリー修社員サービス、すごい、靴磨きしてくれるんだって、コンプリメントだから無料ですね。で、こっちはお洗濯、洗濯してもらったらいくらなんだろう、すごい、シャツがね 7.5 ドルだって、ワンピがね13ドル、まあそうなるよね。こちらにもドライクリーニングのプレス、あ、これ修社員靴です。あとこれがなんかの袋、かわいい、歯ブラシなくね、
ちょっとここが後で来ますからね。でこちらには電話とペンとメモと、こちらには何があるのかというと、お手紙セット、かわいいですね。これも多分ねもらって大丈夫なんだと思うよ。先ほどお伝えいただいたお水はコンプリメントなので、足りなくなったら電話してって言われました。氷が入ります。こちらにはドリンクコーナーって感じですね。ネスプレッソがあって、あ、かわいい、外に持ち出しカーのコーヒーカップもありますし、普通のマグカップもあります。この下には、おー、ハワイアンナチュラルティー、すごい、沖縄と中身が違います。アイランドブレックファスト、マウイアールグレイ、レモンカモミール、カモマイル、グリーンティー、あとこれが砂糖とかミルクの代わり、スプーン、すごい、粉ロースト、粉ブレンド、いっぱいあるね。ハワイのなんかちなんだものですね。これが何だろう、まあクリームだろうね。下には、あ、これまたハレクラニカラーだ、すごい、冷蔵庫が入っております。でこのお水はねコンプリメントなので、なくなったらコールしてねって言われました。はい、そんな感じでして、もうやばいでしょ、やばいよね、やばいんですよ。とりあえず一旦ちょっと海見て落ち着こう。はいはいはい、じゃあ今回はね、ハネムーンということで、予約の時にちょっと言ってみたんですよ。どんなことが、何が起こっちゃうのかなと思って。そしたら、とんでもなかったんですよ。行きます。てってれー、サプライズ。なんとですね、今回もシャンパンかな、ハレクラニからのグリーティングカード。 Congratulations and best wishes on your special occasion. It is an honor to have you as our guest and I wish you most enjoyable stay. ということで、結婚おめーということですね。とんでもないぞ。ギャー、昨日はハレプナでスパークリングワインをいただいたんですけど、今回はね、シャンパンだよね、だよね、だよね、あ、そうだよ、もうそうじゃん。うわー、すげー、ありがとう、楽しみです。でこちらは常に皆さんにあると思います、ウェルカムフルーツがあります。これはパパイヤかな、あとバナナが2本と、この可愛いのはビッグアイランドキャンディー、クッキーが入っております。レクラニの可愛いね。そしてプルメリアちゃんもいます。とんでもないですね、とんでもないですよね。もう本当に本当に今日を楽しみにしていたので、本当に嬉しい。あー、じゃあ1泊2日だけなんですけれども、存分に楽しんでいこうと思います。この後の滞在期もお付き合いください。やばー、プール行こう、プール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 、もう泳ぐための格好、この下水着だし。おー、こっちなのかな。まだまだ気持ちいいね。これがあれだよ、オーキッドプール。ハレクラニのオーキッドプール現地。行ってきます。
smiling still in my bed. Running scenes of last night through my head. I found myself in your home, said hello, put my name in your phone. Lost my friends.ちょっと歩いてたら見えちゃったんですけど、フラダンスは結構この手をこの手のままなんかこうやってあの踊ってる率が高いなって思いました。こういうなんかわかんないけど。Hi, can I ask about turn down service? What time to the end?8:30 to 8 o'clock, please. Yes. Thank you so much. できた。8時に来てって言いました。じゃあ今から素晴らしい宴を始めましょう。素晴らしい。やばい。忙しい。Oh my goodness. シャンパンタイム。いいよ。やっちゃって。ああ、すごい。めっちゃいいな。この音大好き。当たり前のようにね、先にいただく。瓶のシュワシュワ大好き。待って、どうして？ごめん、まーただ。ごめんな。ごめんな。キュース。キュース。おー、オーマイガッドネス。そうです、蜂蜜味がある。シャンパンだよって言われて、これ出されてもうんって感じの細やかさ。まあ、この瞬間を覚えたい。しまいちゃん。ハワイはさ、何でも高いなっていうのはまず正直な印象。アメリカ人なんだろうという人しかいないね。中国人もって飲むからし、中国人ちらほらいたけど、日本人もまあ本当にちらほらいた。一日の中で10組も会ってないよね。5組も会ってないくらいだよね。そうそう。で、本当にあれだけど、東南アジアの人なんてどこにも見たことない。だからね、やっぱ高いなっていう印象はかなりね、ありましたけど、それでもこう、ここに来たくなるのは、海と気候が唯一無二な気がした。それこそベトナムのダナンのとかホイアンとかもそうだけど、めっちゃ綺麗なんだよ海は。だけどめっちゃ暑いの。めっちゃ暑いし、すごくなんかベタっとするし、汗だらけまみれ、あとなんか空気汚いみたいな、まあ拭えないんだよね。だけどこうちょっとハイソな雰囲気で、かつローカル感もあり、旅行感もあり、気候が最高だよね。ベタっとしないあったかさみたいなのが本当に天国って、あ、こういうことなんだなみたいなのはすごくね感じたね。いろんな国のいろんな海辺に行ってみて思ったことだけど、これはサヨタビをね見てくださってる皆さん、独身時代から見てくださってる皆さん、本当にね、2021年の4月の誕生日の晴れくらいで、なんかウィッシュリスト100個書いたんですけど、その時彼氏欲しいって書いてたんですよ。なんか超理解のある彼氏欲しいみたいな。私が毎月世界中どこを飛び回っててもニコニコ行っといでって言ってくれる彼氏欲しいって言ってたんですよ。6月1日、だから1年2ヶ月経った今、なんと私は旦那ちゃんがいます。びっくりしちゃいますね。本当に書いたことは叶うんですね。ありがたい、最高、楽しい。結婚してよかったって、イエーイ。よし、パパや切ったよ。食べていいよ。どうか、どう
誰か別の人が入ったの体に。オールオンミーチェーズ、I love you。 ハワイ最高。今まで悪口言っててごめんなさい。夜だオスモはマジでさ夜に激弱なんですよね。ハワイの夜の街に繰り出すぞ。おう、夜の晴れからにすごい、これまた綺麗ですね。じゃあワイキキの街へ繰り出すぞ。グッドイブニング。沖縄の晴れからにとの大きな違い、マジでこれは大きな違いは、ホテルの周りにめっちゃいろいろある。これ優先じゃないといいな。どうしたか、あ、楽しいじゃん。なんだろう、抹茶じゃない？これ抹茶だ。はい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 、了解。マイカって書いてある。それは抹茶よ。行こう。エビ飲み、一人飲みみたいな。エビと飲み、あ、すっげー日本語。I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong. Oi! 見つけてしまった。オフとノリク。オッケーオッケーオッケー。ピアノプリ。置くんじゃねってことね。何弾く？川。もののけ姫。歌います。今作った。今の気分を音楽にしてみた。Two. Can we use this thing? So we're doing last call in 15 minutes. 15 minutes. Are you mean in 15 minutes?
It's last call? Yeah. Ah, that's fine. It's okay? It's for two? Yes. Okay. 9時15分がラストオーダー。いや。こんな感じの太陽。ガメ、アバメ、ココナッツ風味。ココナッツってすごいよね。毎日ココナッツ何かしらセットしてるもん。ガレちゃんとバラに出来上がってござる。よし、早くらいに帰ります。もてっち。何時ですか今？2時。ガーデンがすごい。これまた綺麗ですね。ハワイのハレクラにはすごいシンプルに敷地面積がバカでかいっていうのが感想、かつ喧騒とした、すごいうるさめなワイキキの中にの一等地にあるんですけど、すごい静かな、そこがすごくね、なんかいいなって帰ってきて思います。 Hi, I'm back home. ガオジンホテルに帰ってきました。ターンダウンサービスされてますでしょうか。行きます。おー、あ、されてる気がする。わーい、え、すごい可愛い。多分すごい。なんか閉まってる。閉まってるし、暗くなってるし。こちらに、コンプリメンタリー駐車員サービス。あ、そう、これがね、あるよっていうことが書いてありますね。あとは、あったぞ、プチギフトがここに。なんだろう。Memories can be held in the palms of your hands. 思い出は、あなたの手の中の木になんか入ってるよみたいな。あ、すごい、これ初めて見た。しおりですかね。かわいい、しおりが入ってました。あと何だろう、何かされてるかな。特にないかな。そのままだし、ここも別にそのままですね、残念ながら。で、お水がチャージされていて、しっかり3ドル持ってかれていて、こちら開けてみましょう。真っ暗ケア、はい、外のまさかそのままです。3ドル持ってったくせにそのままです。びっくりしちゃった。朝5時44分でございます。朝焼けが見たくて早起きしました。すごい私。Ain't worried if I'm up by the lakeside. No, I don't really care what we do. Cause everything just falls by the wayside when I take time with you. And my crazy phone not wanting to chase lights. No, I just want a table for two.本当にね、ハワイはね、全然雨が降らなくて、1日目にちょっとさっと降ったぐらいで、本当にずっと天気。ちょっとまだ歩いてないとか歩こう。こっちに行くとなんだ、あれくらいにブティック。9時からだそうです。グッズが多分売ってるんだろうね。まさにそうだね。かわいい。後で必ず来ようと思います。ルイ・ヴィトン、向こうにシャネルがあったりすごいな、協賛なの。わあ、ここもここで綺麗ですね。本当は水曜日にハレクラニに泊まるとマネージャースレセプションといって、なんかね、ちょっとそういうパーティーみたいのがあったらしいんですけど、今日2022年6月1日の宿泊は残念ながらなく、もう多分だけどここで行われた気がする。あー、なんかせっかくだから参加したかったですけど、またの機会といったところでしょうかね。あそこがモーキッズってとこで、後で行きます。あ、いい匂いがする。で、この真下は
多分ハウスウィザーターキーですかね。なんかお散歩できるようになってんのかな、向こう。行ってみようか。かわいい。何にも考えずに長いワンピーで来てしまった。これ春くらいのプライベートビーチだ。ダイヤモンドヘッドが望めて素敵。天気わかります？この刺すような日差し、はあ、よし、じゃあ朝ごはん行きましょう。皆さん、オーキッズの方に行きたいと思います。日本にはねないです、ここのレストランは。でこっちはアラカルトというかちょっとコースっぽい方になっているので、まあ、ビュッフェが好きな方はハウスウィザーターキーに行ってください。世界ですよ、ありがたい。あれか、ここの席リクエストしたの、メッセージでしたら来た。コンプリートブレックファスト、こちらがね選べるやつで、アメリカンが、あ、Thanks so much。パンとかだね、パンとトーストとトゥーエッグエニースタイルだから、エッグベネディクトとか目玉焼きとかいけるはず。でお花はなんかグラノーラとヨーグルトと、あとフレンチトースト、このココナッツの、やばい、これもいい。ベジタリアンはもうほんとそのとおりの通りで、肉系はなしって感じでございます。決められる。エッグベネディクトがあのゴルゴルに有名らしいです。ソーセージとかも捨てがたいけど、このハルピアも捨てがたいよね。どれがいいの、これ。サヤさんが選ばなかった方を選ぶ、絵的に。やばしい、一口ソーセージちょうだいとかやっていい？やった、じゃあお花にする。やばい、夢のようななんか時間なんだが今すごい幸せ。 You like fruit? パパイヤ or pineapple fruit? パパイヤだね。 You like toast? White toast? Or you like croissant? Which one is recommend? Croissant. Croissant? Oh, so. Okay. Very good. You're gonna be. Yeah. That's good. Thank you. Really, thank you so much. What kind of smell is that? It's so good. Perfect. What kind of smell was it? It's a good smell. It smells like coffee.これブレックファーストティーって言ってた。なんか華やかめなミルクティーとかにしても、ああでもミルクティーとかにするには、あ、味薄めかな。濃くなってきた頃にやったら美味しいかも。あ、sorry、can I get a soy milk or milk for tea? Sure, of course. Thank you. 一気に映えた。じゃあもうグアバジュースに目がないのだ。じゃあいただきます。どう？そういうの。Thank you so much。めっちゃうまい。見たことあるんだよ。すっごいおいしい。すごいおいしい。本当に。フレッシュジュースなの、フレッシュなジュースなのか。うん。うま。なんか季節してパイナップルパラダイスじゃん。
どんだけ好きなの。全部外そうと思って、別のやつ頼もうと思ってたら、横田さんがどんどんパイナップルジュースをオレンジにしたらよかった。グアバ以外、グアバ以外、グアバ以外。いいんだよ、別に。パイナップル。で、頼みたいものパパイヤがパイナップル。パイナップル。あ、すげえパイナップルパック。ひたすらパイナップル選んでんなと思ってたけど。それ、ジムでもやってて。パイナップラーやん。パイナップラーって呼ぶ。笑ってしまった、自分。今言ってしまった手前。パイナップルバカ。パイナップルバカ。それはやばい。グアバの面白い、うん、大丈夫。なんかベロ痒くならない。パイナップラーになっちゃう。大丈夫。写真撮らなくて OK。 あ、写真忘れてたわ。こうして忘れていくんだよ。わお。すごい。フルーツと、なんかもうあらゆる美味しそうなものがここに集結したっていう気分。お母さんおすすめだそうです。これがハウピアンです。いただきます。もうどんどん食べていかないとお腹がいっぱいになってしまうね。最高。いただきますよ。ん、めっちゃ美味しいんですが、しかしボリューミーすぎるだろ。これはマジでアメリカンスタイル。うん、アメリカンスタイルよ。うん、うん、うん、すごい。なんか面白い。チーズみたいなヨーグルト、これ。なんかクリームチーズみたいな。なんだろう。目の前の景色はさ、現実味がないよね。フィクションって言われたらもう、なんかうなずいちゃうわ。本当にこういうセットですって言われたら、ふいーって感じですよねみたいな。じゃあ、ゆっくり食べます。ちょっと食べきれなかったので、持ち帰っていいですかって言ったら、おっくっみたいな感じで即刻くれました。そう、なんかアメリカは結構こんな感じで、こういうテイクアウトボックスみたいなのを必ず、ってかどこのお店でもあって、でなんか捨てちゃうくらいだったら持って帰ってみたいな感じのスタンスなのかわかんないんですけど、食べきれないときはおすすめです。てか見て、超かわいいのもらった。マジでいいアトモスフィア。なんとピアノがあります。かわいい。どこのだろう。はい、ということで皆さん、ハレクラニハワイ、いかがでしたでしょうか。最高なことはね、言うまでもないんですけれども、もうかなりかなり良かった。世界中いろんなホテル泊まってますけど、その中でも結構良かったです。ただまあ外国なのでね、サービスとか、まあ、いろんな点ではちょっとびっくりすることもあったけど、それもまた含めてとても楽しい滞在でございました。はい、まだまだハワイ編続きますので、ぜひ面白かったよと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録、高評価お忘れなくよろしくお願いいたします。他にも飛行機、電車、ホテルのレビューたくさん上げておりますので、そちらのサイトでもぜひご覧ください。それでは次はどこに行くでしょう。はい、また次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。今日も空が青い。めちゃめちゃ綺麗。最高でしかないでしょ。